女子バスケットプレイヤーのマーリエブリンです。小さい頃は修学旅行だったりとか、写真を撮った時にみんなでこうね、夜キャンプファイヤーやったりっていうところがあったりとかすると思うんですけど、そういった時にやっぱちょっと暗い時になると、自分自身こうどこにいるかわからないよみたいな感じでこう周りに突っ込まれてしまったりとか、あと自分でもこうその写真をこう見つけられなかったりっていう時もあったりしたので、まあ、そういった時にちょっと悲しいなっていう思いはありました。私は日本生まれ日本育ちだから、みんなと同じように扱ってほしいっていう気持ちがすごく強かったっていう時があったんですけど、まあ、それを母に相談した時に、本当にみんなと同じでいいのっていうことをこう言われまして、で人との違いをこう悲しむんじゃなくて喜びを持って受け入れなさいって言葉がかなり自分を人生を変えてくれた言葉だなとすごく思っています。でそこからまあバスケットも始めまして、でまあ、もちろんバスケットってチームスポーツなので、みんなと協力しなきゃいけないところもあるんですけど、でもこうみんなと違うことによって目立つじゃないけど自分を表現できるっていうのがすごく自分の中でこう楽しいことだなって感じるようにはなりました。見た目がもう全然違ったところで、この今から言う言葉はもしかしたらその人を傷つける言葉なんじゃないかっていう想像力がない人がやっぱりそうやって傷つけるようなことを言ってしまったりすると思うので、みんながみんなやっぱりこう想像力を働かせて、どうしたらこうより良い世界を作っていけるのかっていうのをみんなでこう考えていくのが大事かなと思います。